インサイド決まりました。三振、151キロ。いきなり一番打ち上げた打球、キャッチャーの田村、ツーアウト。ボール先行の時はストライクゾーンに投げていきたいですよね。はい、柳田の打球は左中間へ伸びていく、打球はスタンド中段まで行きました。いきなり初球を持っていった柳田。空振り三振、長谷川は三振です。スリーアウト。マサゴに対してはストライク先行です。大きな落差がありました。141キロのフォークボール。もう最初から最後までストレートしか待ってませんみたいな感じでしたよね、結果的に。結局そうですね。速い球、打ち上げた打球はファールゾーンか。ライトマーティン、ツーアウト。右へ持っていきましたがセカンドゴロ、スリーアウト。打ち上げました。ファーストレアード、昨日はヒットがありませんでした。セカンド正面のゴロ、中村翔吾さばいてツーアウト。さあ追い込んで、まっすぐ、ストライクの判定。154キロが出ました。ここは佐々木朗希が打たせました。ワンアウト。柳田だと2割8分が打ってないねって思っちゃうところがまた柳田の凄さですよね。そうなんですよ、まだ本調子じゃないのかなと。まっすぐを捉えましたがセカンドライナー。さあツーボールツーストライクから三振、またフォークボールが決まりました。佐々木朗希、外まっすぐ、バットが出ませんでした。マサゴ、ワンアウト。でも完全裏かいた感じですよね。だからマサゴとしてはやっぱり1打席目のその変化球はね、はい、頭にある中でのこのストレートっていうところでね。三遊間、安田取った、一塁へ投げる、アウト。ファインプレー、サード安田にファインプレーが出ました。このままいけば、はい、弾んだ打球、サード安田軽快にさばいてスリーアウト。この回はサード安田のファインプレーもありました。捉えた打球は左中間の真ん中、破っていきました。今宮ツーベース、ノーアウトランナー二塁。打球は右中間、マーティン取れない、抜けていきました。それを見て二塁ランナーの今宮が回ってきます。スタートは遅れましたが今ホームイン。内野は前進守備。ピッチャー佐々木朗希取った、三塁ランナー動けません。ワンアウト。ここ踏ん張りどころですよね。はい、ワンボールツーストライクと佐々木朗希が追い込んでいます。打ち返した、打球はセンターの前、タイムリーヒットになります。ホークス勝ち越し、3対2。佐々木朗希打たれました、柳田が打ち返しました。まっすぐはわずかに外れてフォアボール。ランナーがたまります。まあ、踏ん張りどころですよね、佐々木もね。そうですね、うん、はい、おっとこのタイミングで井口監督出てきます。84球。あ、ここでスパッと下ろしましたね。そうですね、まあ、次の長谷川雅子と今日この佐々木に対して全くタイミングが合ってなかったんで、はい、でまあ、球数も84球、まあ、行くかなと思いますけどね。